大沢達美は、日本の政治家。日本共産党参議院議員を一気務めた。日本共産党中央委員会委員、災害対策部会長。兵庫県朝子郡朝子町出身。兵庫県立有馬高等学校を経て、1962年、岡山県川崎高等看護学院卒業。 国立療養所兵庫中央病院に13年間勤務した後、1972年より兵庫県三田市議を後期20年務める。1998年の第18回参議院議員通常選挙で兵庫県選挙区から出馬し初当選を果たす。国政選挙挑戦4度目、兵庫の共産候補としては過去最多得票での当選であった。 しかし2004年の第20回参議院議員選挙に再選を期して同選挙区から出馬するも時点で落選。参議院議員在職中は国土交通委員会委員、災害対策特別委員会委員を歴任した。ABC ドム参院選票後選挙区候補、大沢達美さん言、党災害対策部会長参院。 議員一期人の苦しみに思い寄せて2004年3月1日付け、新聞赤旗ハット AB 兵庫、零四参院選候補者の、横顔神戸新聞ウェブニュース第18回参議院、議員選挙兵庫県選挙区座、選挙ジャンジャン全国政治家データベース夫婦、別姓選択制導入などを盛り込んだ、民法改正案推進を求める申し入れ2000年9月29日、 ありがとうございます。